クエスト大会、皆様からいただきましたリクエストで最も多かったリクエストがこちらです。たけしさんとみきこ夫人の漫才、やはりこれしかないでしょう。はい、やはりこれしかないでしょう。確か確か表記族の初期の頃でしたよね。漫才ブームの真っ只中でございました。今では幻になってしまったお二人のあのお姿、さすが元漫才師のみきこ夫人のツッコミは相棒の清さんとは違って絶妙でした。あの時あの時誰が今日の北野家の家庭崩壊を想像したでしょうか。素人さんと普通じゃないな。素人さん本当に普通の本当の素人や。たけしさんのたけしさんのご子息あつし君、しょうこちゃんのためにもぜひあのお二人の姿を見せておくんなっせという中学高校時代と多感な時期をこの番組とともに育っていきました。誠にひょうきん族はユーミンの歌じゃないけど青春そのものですという本当の素人さん、大阪府の大月あゆみさんからのあと偽物素人や。素人さんっていう言い方やらんね。バンド的やな。それでは今回のリクエスト第1位です。たけしさん、みきこ夫人の漫才、どうぞ。いけるよ、お前何をやん。まあ、そういうわけで、ツービートのたけしです。林彦六です。誰が林彦六、そういうくだらないジャンプを言ってんじゃないんだ。でも、いつもあのうちの主人が皆さんお世話になって、どうもありがとうございます。私は実力で勝手にやってたって、別にお客さんのおかげじゃないんだから、もうガタガタ言うんじゃないって。そういうこと、そういう偉そうなこと言うてええの。あら、いないでしょ。おい、いないでしょ。何言ってる。これからだんだん落ち目になってくんねんから。まあまあ、そういう時どうすんねん。グッとくるようなこと言うんじゃないよ。お前は出たくて出たんじゃないんだろ。大体以外で私をここに出すとか、もう大体ネタがないという証拠やないか。そうじゃ、お前が出たかって出ただけじゃないか。俺はまあ一人で十分できるんだから、それを出たい出たいって言うから、わざわざ出してやっただけじゃないか。私が出たら清とお金分けなくて済むって言ったのあんたでしょ。ね、やってた人からうまいね。いや、照れてる、恥ずかしい。結構うちの髪は綺麗だな。何言ってる、照れてる、本当に。テレビがついて言っとかないと。あ、そうか、そうか、おお。ほら、照れた。今はあの奥さんが銅像になってしまったんだ。黙った。